ここからは延岡市政タイムの時間ですこの時間は延岡市の提供でお送りします今回は須藤正春延岡市長と佐藤を務む延岡市議会議長による新年のご挨拶をお送りしますまずは須藤市長明けましておめでとうございますはい明けましておめでとうございますさて昨年はどんな年だったでしょうかそうですねあのこれはまあ前回の放送でもですねお話をしたところでしたけども あの昨年1年間の重大ニュースというのを発表させていただきました、はい、で本当にいろんなあの大きな出来事、話題がです、ね、散りばめられてましたよね、であのまあ、振り返ってみますと、松田健志選手の活躍だとか、はい、あるいは高速道路、これ延岡から墨絵までが開通したということだとか、ですねあのドクターヘリの運行とか、まあ、本当に明るい話、大きな話の多い年でしたね。ではは今年年どんな年にしたいいと思いますか はい今年はですね、まあ、2月に市政施行80周年を迎えるんですね、はい、えですから節目の年になります、うん、それでまあ記念事業ということでもいろいろ今、進めてるんですけども、その一環として、ですね、まあ、3月にあの東京ガールズコレクション、はい、これがあの開催予定になってるんですね、これはビッグイベントですから、はい、まぜひえ大成功させたいと思ってます。はい そ今、本当にあのたくさんの大型事業を抱えているんですけど、どの新生延岡プロジェクトというプロジェクトの下でです、ね、はい、そうしたものを進めていますで。その一つに、JR 延岡駅の周辺整備ということもあるんですけどね、あはい、これもあのこれからさあ動き出そうという年になるかなと思いますね。 そしてです、ねあのまあ、商店街の皆さんもそうなんですけど、まあ、市民団体の皆さんなどです、ねまあ、にぎわいづくりということでいろいろ取り組んでいただいています、うん、あの高速道路が開通していく時代の中で,です、ね、こういう皆さんの,、うん、あの活動ってとっても大切な年になりますね、はいえー、そしてあの公共交通機関というものを、えーまあ、より便利にしていこうということを続けてきているんですが、はい、あの循環バスを あの昨年試験運行ということで走らせましたで、これもですね、えー、ぜひ本格運行にこれからつなげていきたいというふうに思っております循環バス期待されている方多いのではないかなと思いますで、プロジェクトで言いますとその他にも地域医療や生活環境施設の充実なども挙げられますよね えそうですね、まあ、去年はあのー、最上命の森という、はいまあ、これは仮想場ですけどね、うん、これができましたけど、あの今あの、北方町に新最終処分場をです、ね、建設中ですけど、これが25年度に完成するんですね、はいはい、そして、まあ、この最終処分場あの、まあ、一般家庭からあの出していただいたゴミの焼却後の廃を中心として埋め立てる施設なんですね。 ですから、あのとても大切な施設でありますし、はい、まあこれについては喜多、まあ、方町の地元の皆さんに大変なご協力ご理解をいただいて今進めているところです、はあ、ではプロジェクトのほかにはどういったことが考えられますすかやっぱりですね高速道路ですね、はいえー、今年度中にですねあの釜江北浦間、これが開通をする予定になっています。 まあ高速道路時代の幕開けといえる年になりますね、はい、そして来年度にはですね、25年度にこれは延岡から宮崎まで全線高速道路がつながることになりますでせっかくこうやって高速道路ができるんですからね、はいえー、我々としては延岡市のまちづくりにとって大きなそのプラスの効果が出るような 形にしていきたいと思ってます。はい、ですから、あの延岡の街と他の街が直結しますのでね、ね、はい、えー、よ。その街に負けないように、延岡の街のその魅力をしっかりつけていく、そういう取り組みがね、えー、とても大事な一年間になると思いますね、はあ。私たちの生活がより快適になりますよね。そうですね。はい、はい、では最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。えー、それではあのー。 新しい年が明けまして、今年、今申し上げたように、ですね、高速道路の開通を踏まえて、決して浮かれてばっかりはいられない年になると思います。延岡市民を挙げて、地域を挙げて、町の魅力を高めていく年にしなきゃいけないという、そういう思いにですね、今、気を引き締めているところです。ぜひこれ、市民の皆さんと一緒になって、ですね、いい町を作っていきたいと思ってますので、ぜひご理解とご支援をお願い申し上げたいと思います。 須藤市長ありがとうございましたはい、こちらこそありがとうございましたでは続きまして佐藤勤務延岡市議会議長の新春インタビューをお送りします新年明けましておめでとうございます市民の皆様には平成25年の健やかな初春をお迎えのことと市議会を代表いたしまして心よりお喜びを申し上げます本年も市民の皆様にとりまして良き年となりますよう心から お祈りを申し上げますでは議長にとって昨年はどんな年でしたか何と言っても思い出されるのは松田武志選手の活躍でしょうか私もパブリックビューングに参加しましたが早朝3時にもかかわらず詰めかけたたくさんの市民の皆さんと共に手に汗を握り声援を送りました結果は皆さんご承知の通りですが本当に元気をもらいました、はあ 忘れられないオリンピックになりましたよねはいその他女子バレーボールの新鍋梨紗選手が銅メダル、パラリンピック陸上では、中西麻耶選手が幅跳びで入賞するなど、本市ゆかりの選手が大活躍をし、私たちに夢と勇気を与えてくれましたね。とととてもも明明るるいいい話話題題で皆さんも本当に喜びまましたよねす 高速道路もいよいよという感じですがはい東九州自動車道の開通も見えてきましたね昨年12月の住江延岡間の開通に続き春までには釜江北浦間も開通の予定ですまた延岡宮崎間もいよいよ平成25年度中に全面開通の見通しとなりました今後は九州中央自動車道の整備を 強く要望していきたいと思っております昨年は庁舎建設の関係で議会もお引越しをされましたがはい、えー、旧庁舎解体工事のため議会も昨年の7月に城山上口の中小企業振興センターに移転をいたしました市民の皆様にはぜひ議会の傍聴においでいただきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします FM の岡でも一般質問を放送させていただいておりますが議会放送を聞いたリスナーさんから議場まではいけないけれど議会の様子がよくわかるという声もいただいたりしていますすははいいそれは嬉しい話ですね議会として今年はどのようなことに取り組んでいかれるのでしょうかはい議会といたしましては国が公表した南海トラフト巨大地震津波を踏まえ 災害に強いまちづくりに取り組むとともに健康長寿のまちづくり海・山・川の豊かな資源を生かした観光・ツーリズムなど高速道路開通を見据えた活力と魅力あるまちづくりを支援してまいりたいと思っていますまた現在私たち延岡市議会は議会基本条例に取り組んでおり今年もその制定を目指しております 議会基本条例とはどういったものなんでしょうか？はい、確かに聞き慣れない言葉だと思いますが、これは市民の福祉向上と本市の発展を目標に、議会や議員の基本的な活動内容や責任などになどを条例にするものです。なぜこのような取り組みを始められたんですか？はい、これまで市議会では様々な議会活性化や改革に取り組んできましたが、そういった中でも。 よく市民の皆様からは、議会の顔が見えないといったご意見をいただくことがありました。今後の市議会の在り方、さらに市民の皆様との関係などについても、議会がどういう姿勢で向き合っていくのかを明らかにして、より信頼される開かれた議会にしていくというものです。では、具体的に市議会がどういったことを目指しているのか、教えていただけますか。はい現在 特別委員会で協議されている途中ですので、詳しくはお話しできない部分もありますが、1つは、もっと市民と対話をする議会、2つ目には、もっと政策提案のできる議会、3つ目には、議員の資質向上、4つ目には、もっと議員同士で議論する議会といったことが柱になるものと思っていますなるほど。 ではまず1つ目の、もっと市民と対話する議会とはどういったことなんでしょうか。よく市民の皆様からは、議員個人の活動は十分わかるんだけど、議会が何をやっているのかはよくわからないと言われます。確かにその通りで、現在市議会ではシティミーティングや懇談会なども行っていますが、まだ活動が見えにくい部分も多いと思います。 そのためにも、今後はもっと議会を身近に感じてもらい、対話しやすいものにするための方針を示すことが必要だと思っています。では2つ目の、もっと政策提案のできる議会とはどういったことでしょうか。そうですね、これは現在も特に意識してやっているのですが、地方分権が進み、自己決定や自己責任が大きくなると、議会に もともと与えられているチェック機関としての役割を果たすだけでは、不十分だと思います、今後はそれ以上に、本当に市民に必要な政策について、議会が市長に対する提言を行ったり、逆に議員の方から議案を提出したりして、政策中心で活動していくことが大事になってくると思っています確かに大事なことですよね。はい これまでも議会は政策提言議員協議会という組織を作り、その中で本市に必要な政策について、毎年私たちの考え方を提言として伝えており、市長にも理解していただく中で実現したものもあります。議会としては今後さらにそういった取り組みを進め、議会の政策水準を高めていくことが大切になってくると思っていますし、そのためには、 三つ目に掲げたここの議員資質の向上も重要になってくると思っていますでは今挙げられた議員資質の向上についてはどうお考えになっておられますかこれはやはり議員ここの情報収集力を充実させることに尽きると思いますそのためには 日頃の市民の皆様からのご意見を伺うことはもとより必要な研修会や講演会に積極的に参加し自己研鑽に努めることが大事だと思っていますわかりましたでは4つ目のもっと議員同士で議論する議会とは現在議会で審議する議案はほとんどが市長の方から提案されるのですが議会も本会議や委員会では 解明すべきき点はきちんと質疑を行い審議してままいりますしかしながらどうしても議論が執行部と議会のやり取りだけに見えてしまうのも事実ではないかと思いますこの基本条例は議会制度の原点に立ち返りもっと議員同士で議論をする機会を増やし議員お互いの考えを理解した上で物事を決めていくことが大事だと思っていますし そうすることが、議会も市民の皆様への説明責任を十分果たすことができると思っていますなるほど、基本条例では、今お話しされたような部分の基本的な方針などを条例にして、議会の姿勢を市民に知ってもらうものなんですねそうです、今後も市民に信頼される議会の実現に向けて、佐藤議長を中心に頑張ってほしいと思いますが、 最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします今後も市民に開かれた議会信頼される議会を目指し議会一同取り組んでまいりますので市民の皆様のご理解とご指導をよろしくお願いしたいと思いますまた議会基本条例制定に関しましては昨年実施した市民アンケートの結果も十分参考にさせていただいておりこの場を借りて ご協力をくださった市民の皆様に対しまして感謝申し上げたいと思います本当にありがとうございました今年も皆様にとって幸多い年でありますようお祈りいたします佐藤議長本日はお忙しいところ本当にありがとうございましたありがとうございましたこれで新春インタビューを終わりますなお今お聞きいただいている FM 延岡では 議会開催中の一般質問を放送していますので、皆様まぜひお聞きください。次回の放送予定は3月となっています。